皆さんこんにちは。高校中退、不登校でも引きこもりでもやり直せる、著者の杉浦貴信です。私は NPO 高卒支援会の代表として約30年間ですね、不登校や高校中退の実際の支援をしてきました。留年とか出席不足で高校不登校、あるいは高校中退といったですね、問題、お悩みの方は、実はこの本の中にはですね、都立の新宿山吹高校やら、補欠募集で受かった、あるいは通信制高校を利用して学年を落とさずに高校進級ができた、卒業ができたといったようなことも書いてあります。留年問題、高校中退問題、不登校でも引きこもりでも、問題が解決する糸口というのがこの本には書いてあります。私、よろしくお願いいたします。たまたま成績が振るわないのねって話をしたら、こういう道があるよってここに導かれてきたんですけど、そのラッキーで、また東京にいて、そういう転校っていう道があるっていうのを今聞いて、すごいラッキーだなと思ってます。で、戻りまして、どうしてですか。小学校4年生から進学塾にずっと通っていました。小学校4年生からの3年間中学入試をしましたけど、思ったところに入れなかったので公立中学に行きました。そして、中学校3年で退学というふうな道を取りました。で、本当にどっか入れるだろうなって軽い考えで割と思ってたところ、宮本さんからすごく厳しいから絶対ダメよっていうことで、杉浦さんを紹介していただいて、それでお電話したら、やっぱりすごく大変だからもうすぐに来てくださいっていうふうに毎日聞かれて、その後は結局中学校にもどこにも相談してもわからないので、全部杉浦さんにここからどこを受けたらいいのとか、ここを受けてもしょうがないよとか、今新宿山吹高校行ってるんですけど、そこに合わせてじゃあ今から勉強していきましょうっていうのを励ましていただき、面接の練習もやっていただきながら、合格して、学年を絶対落としたくなかったので、学年を落とさずに転校することができました。なので、はい。